改めまして、神谷博士です。モス、小野大輔です。あー、ダメだ、これじゃダメだ、神谷さん。あー、ダメ、何が？せっかくオープニングで。あー、そっか。やったじゃないですか、いつものやつ。いつものやつか。せーの。改めまして、神谷博士です。はっ、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 ゆえいかさんからいただきました。うん、わかんないです。わかんない。合ってるかどうかわかんないですけれども、はい。神谷さん、おさん、こんばんは。こんばんは。私もラジオの DGS を知ったのは DGS 響きです。おお。うん、はい。私の場合は、ゲーム DGS 響き、響き特訓大作戦の記事を見て知りました。ちょうどその頃私はどん底な日々を送っていて、偶然買った雑誌に乙女の悩みを解決しますという文章を見つけ、その言葉に惹かれラジオを引き出しました。おやおや、見事に DGS の面白さに目覚め、初めて聞いた DGS は小野さんがお魚天国の替え歌を歌っていましたあ、グリーンピース社の冒険だね、ゲームを買いハマりにハマってしまった自分がいましたとのことです。これはレアケースじゃないですか。そうですね。だって勘違いだもん。何が？だって響きのゲームの記事を見て、はい、乙女の悩みを解決するラジオをやっているんだと、ね、この人たちは。毎週毎週大変ですけれども、のね、悩みを解決することで僕らはもう一週間終わりますからね。大体が。ちょっと待って、兄さん頭が痛いよ。ちょっと待ってよ。気にするな、なおや。そっか。いやいやいや、ちょっと待って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 、兄さん、兄さんよ。何？兄さん、この番組は、うん、そろそろ300回を迎えようとしているよ。おううん、この番組の中で、うん、乙女の悩みを解決したことは、あるよ！あるなおや。あるに決まってる。なおや。300回目の厳格だ。なおや、目を覚ませ。なおや、ない。そうか、うん。一度もない。そうか、なかったか。気のせいだったな。はい。はい、ですね。続いて、ディアネーム、ランさんからいただいておりますよ。はいよ。神谷さん、小野さん、はじめまして。はい。お、はじめまして。私は、響きを、ゲームから知りました。おお、二人目だ。来た来た、うん。たまたま友人から、今 DGS のゲームやってると報告され、うん、DGS って何？と気になり出したのがきっかけです、うん。お二人のラジオもそこから聞き出しました。今では友人よりもドハマりして、グッズもすべて購入するくらい。ありがとう。DGS は毎週の唯一の楽しみです唯一でも困るけどね、ちょっと、ね、他にもいろんなたくさん楽しいことあるよ。来年のイベントにも、その友人と北海道からぜひ参加させていただきたいと思っていますよ。そうですか。そして、うん、幸せな時間をいつもありがとうございます。いえいえいえ。どういたしまして。まあ、そんなね、唯一の楽しみとか言われるとちょっとね、こっちも構えてしまいますから。構えてしまいます、ね。他にもあるよ、楽しいの。コムちゃんあ、そうね。これいっぱいあるよ。そうだよ。マモちゃんとかすげえ面白いだろ。あ、そうだよ。この前の直前のやつね。そうなんだよ。マモちゃんはなんか何かとこの番組と関連付けて頑張って喋ってくれてるんだよね。ね、ありがたいよ、ね、本当に。あ、でもまあ、まあ、引き続き JOQR をお楽しみくださいと。そうですね。いい感じですかね。いや、そうですか。まあゲームからハマりだと本当に意味わかんなかったろうね。本当なんだろうこれだよね。なんで天狗の面をつけて飛んでるんだよ。意味がわからないよ。そうだよね。僕らもさ、なんかもう冷静になって考えてみると、あのミニゲームの数がさ、意味わかんないもんな。わけわかんねえよ。ああ、なんなんだろうね、あれね。なんだ、あのゲーム。なんで天狗の面つけて飛んだりとかしてんだろう、ね。そうだよ。なんでモーションキャプチャーしたんだよ。全然意味わかんない。今考えたらもうさっぱりわかんないもん。この間ね、iPhone 見てたらね、うん、画像のね、フォルダの中にね、モーションキャプチャーしてる時の俺の写真があったんだけどね。カメラさんには見せたの。すごいよ。あれ、ほんと面白いもんね。なんであれ眉毛繋がっちゃったんだろうね、これ。こうやってるでしょ。眉毛繋がってるわ。股間がすごいことになってるわ。意味わかんないんだよな。そうなんだ、ね。全身タイツだからね、あれね、うん。うん。それをね、おシルフに乗せられようとしてて、この写真は NG ですっつって。ダメだよ、こんなの。いやー、懐かしいですな。ゲームありましたね、そういえばね。まあでも、ゲームからハマってくれたって言ったら相当嬉しいですけれどもね、僕らとしてもね。本当ですよ。もう一回出そうよ、もう一回。もう一回出そうよね、もう一回。日月で？あれ、なんかすげえ苦笑いしてる。日月でどういうゲーム出すの？日月で、ヴァンパイアものですよ、だから。
悪魔女ドラキュラですよ、ね。悪魔女ドラキュラだね。ドラキュラが主人公だから僕、ドラキュラ君の方になっちゃうね。僕、ドラキュラ君が。あ、そうですね、うん。あ、確かにそうだ。乙女が無知を持って、俺たちを倒しに来るっていうゲームですよ。うん、あ、そういうこと、うん、たまにあの、10時間のやつとか。てか、アクションゲームだね。完全にコナミですね、それね。ね、内容的に。コナミさんの悪魔女ドラキュラだね。本当だ。これはいかんともしがたいな。うん、まあでもほら言っとくだけはただですから。まあそうですね、この番組はそのメディアミックスってやたらにむやみに言うことから始まってますからね、あとはイワディあたりにぶん投げとけばねディジット代表イワディ、そう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 、ああはいって言ってなんとなく作ってくれるかもしれませんけれどもね本気かはい、動物の森みたいなのも作っていいんじゃない、動物の森みたいなのDGS の森。え、どういうこと ?DGS の森?やたらでかい住民がいて、まあ、うちピーなんですけどね、うん。キリンさんです。少ねえじゃん、だって住人。住人そうかな、うん、いっぱいいるよ。すぐコンプだよ。あっという間にコンプリートだよ。いや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 。それこそ、ゴムちゃんとか、アミスパとか巻き込んで。うん、文化放送の森とか作ればいいんだよ。文化放送の森で結局吸収されたんですよ。俺らの要素もちょっとだよ。本当だ。うん、本当だ。主に大竹誠さんとかだよ。ああ、そうだ。あ、いいじゃないですか、でも。QR の森だと。そこの本当に隠れキャラで俺らちょっと出てくるみたいなこと。いいじゃないですか、うん、全然いいですよ。吉田照美さんとかだよ。うん、照美の森。おぉ。照美の森。照美の森になっちゃってるもんね。ひどすぎる。あ、いいね、いいね。目広がるね。まあ、わかりませんけれどもね、言うだけはタダですからね。はい。続きまして、ミクさんからいただきましたよ。お。カニヤさん、小野さん、こんばんは。こんばんは。気づけばもう少しで放送300回じゃないですか。そうなんですよ。え、数えてみたらちょうど年明け一発目の放送が300話のようです。あ、そうなるんだ。何が行われるのかとても楽しみにしてますね、とのことです。ああ、そうですか。年明け一発目？何やんの？決めてる？っていうか、そういうなんかアニバーサリー的なことやんの？うん、100回の時ね。100回の時はなんかお酒飲んで、大変なことになったんじゃない、うん、ペロンペロンになった、ね。完全に夢の回だったやつだよ。そうそうそう。200回の時。200回の時何やった？200回の時何やった？あ、200回は生誕祭をやった。どっちの？漫才、お漫才だ。漫才の時誰200回だったの？ね。ヒゲさんが来た時のやつ。おめでとうは重なってたんだな、あの日は。ああ、そうなんだ。なるほどね。まあでも年明け一発目と300回っていうことですから。うん。おとそだ。おとそだ。あ、おとそだ。おとそだ。あとあれだ、はいはいはい。あのスタッフによる隠し芸大会だ。わあ、それいい。うん。うん。審査員で。いや、だから僕らほらもう、なんかあれだよ。うん。テーブルクロス席テーブルクロス席ね、うん。それだ、それだ。それやるから、じゃあ。ああ、それだ、それだ。iPhone 置いて。そうね。iPhone やめようよ。iPhone は。動物の森の電源入って、開けたままの DS2 台置いて、さってやる。さああ。なんか、デジャビューあるけどね、うん。あ、いいね、でも隠し芸。隠し芸大会だよ。DS は。新春だもん。DS は。それいいですわ。あと何やる？年明け。新春っぽいことやればいいんですよ、うん、きっと。隠し芸と、うん、あれ、新春っぽいやつ、うん、新春って何やってる？マラソン？マラソン、駅伝やってるね。うん。ちゃんこが完全にもうネックだな。そこで終わっちゃいますもんね。ちゃんこで終わるな。駅伝無理じゃね？無理か。なんだろうな、あと、これ明らかにさ、今、考えてるでしょ。本当だ。今企画をさ、もらってるでしょ、あなた。作家さんよ。構成作家は。で、構成作家的には何考えてなかったの？飲酒かなとは思う。飲酒は考えてた。やっぱ飲酒なんだ。酒飲むと考えそうか。夢の会だし。もうお酒飲んでも夢にはしないよ。何やりましょうかね。まあでもスタッフによる隠し芸大会はありですね。うん、みんな一つ。まあこれはね、僕らだけが面白いことにはなるに決まってるんです。どう考えてもリスナー受けは悪いんだよ、こういう企画は。確かにね。だいたい八木橋の総選挙見たらわかるだろ？本当だ。俺らだけだったんだ、面白い。私がキャホキャホ言ってるやつだから。そうなんだよ、うん。リスナーはみんなポカーンだったんだよ。センター八木橋って面白くね？超ウケるっつって。夜テンションだからだよ。
わあ、年明け一発目からこれ完全夢の回になる可能性あんな。うん、夢の回やろ。気をつけないと。300回記念で。あ、じゃあもう300回夢の回だって言っとけばいいんだな。そうそうそう。そうだ。ドリームです。あ、もう新年一発目だから。ドリームジャンボですよ。しょうがないだろうと。うんうんうん。まあでも何かしら考えますけれども、ね、まあ新年一発目5日はちょっとまあね、正月特番でこうお腹いっぱいになってるところに、追い打ちをかけるような、そうですね。豪華な仕様で。また隠し芸っていう。一つお送りさせていただこうかなと思ってますので、皆さん期待してくださいね。いいね。はい。引き続き皆様からのツイートお待ちしておりますよ。